愛知に行くんでしょゆいさん合格祝いもあげんとねそうそう寮があるなら安心さ素直さ父ちゃんはなんて言ってるのかと今でも指が思い出すさそうそう母ちゃんからの巻いてから素直さの待ってる間に貯金でなんでだから浜屋があるわけさ行くんでしょう